残してはおりますが、本当に熱い応援ありがとうございました。雨の日も風の日もね、ちょっとシーズン後半雨に泣かされた日もたくさんありましたけれども、どんな時も足を運んでいただいて、私たちの出勤時間よりも早くねお集まりいただいたり、本当皆さんのね声援があってこその ZOZO マリンスタジアムだなと思っております。MC としてはね、今シーズン新人を2名迎えまして、さらにパワーアップしたステージをお送りするべく、1年活動してまいりました。私個人としては本当に教えることは教わることだなと思って、改めてね何かこう気づかされることもたくさんありましたし、改めてこうね、M スプラッシュのみんなはパフォーマンスでダンスで皆さんにこういろんな思いを伝えていますけど、私たちはこう言葉を通じてね、みんながバンクたちもお話しできない時もありますから、そういう時の気持ちをね、より皆さんに伝えていけたらと思って4人で活動してまいりました。本当はまたね、CS を皆さんと一緒に戦えればよかったんですけれども、それは来年のお楽しみということで、来シーズンに向けて私たちももっともっとパワーアップしていきますので、まずはこの2018年の感謝の気持ちを込めて、この後もステージまだまだ続けていきますけど、皆さん準備はできてますか？